ちゃ気持ちいいな。しかし喋りながら厳しいな、これほぼまだ無言。おはようございます、ドリキンです。ということでブーステッドボード、今日これでついに初出社に臨みたいと思います。とりあえずこれコントローラーね、多分すげえ無言になるからいけるのかな。とりあえずこれ3日目になるのかな、一応乗り始めて。これねめっちゃもう想像以上に気持ちいいけど、全然スピード出してないんだけど十分歩くより速いから、もうこれタラタラ行ければいいんじゃないかっていう。この歩行者に比べたらね、全然どのスピードでもねアドバンテージがある。よし、ここら辺は道がいいぞ。ここら辺は走りやすい、かなり。このねブロックとブロックの間にガタンゴトンガタンゴトンあるからね、そこは相変わらずな感じだけど、どのくらいの段差でこう乗り切れなくて落ちるのか知れ、まだ分かんないから、なんか足元見ちゃうんですよね。これやめとこ。ガタガタがひどいから一旦、前人もいるしね。ここあーなんかね、完全に初めてスノーボードやった初日みたいな感じの足の裏になってるな。俺が早く慣れてくんないと無駄に疲れている。ここはもう最高でしょ、安全に。安全の極みでしょ海にさえ落ちなければ。ここ車通らないでほしいんですけど、ここ車止め禁止じゃないの、むしろ。ここ車通っちゃダメでしょ。足の裏が釣りそう。3日目だからね、多分これ初日とかじゃなくてね、むしろもう昨日一昨日ぐらいも走ってるから、なんかその蓄積が来てますね、足の裏に。こう3日分のここも意外とカタ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 感は来るな。切れ目がやだな。ブーステッドボードワンツーの違いこっちワン、こっちツーで、しかもデュアルモーターですからね。タイヤが若干広くなってて、バッテリーも進化してると思いますよ。サイズは同じように見えますね。高さも一緒に見えるけど、うん、一応モーターが全然違う。ここあ、でも同じか、同じだけどただデュアルなだけですね。これワンもデュアルあるんですよね。ワンもデュアルあります。へー、じゃあなんか見た目そんなに変わってないように見えるな。こっち側も全然変わらない。単に年季の違い年季の違い。何段階って何ですか。モード4段階かな。今ノーマルモード、ビギナーではない。こんな段階あるんですか。3段階しかないんですよ、うん。これ何モードですか。一番速いやつ怖い2個ぐらい、これ今2段階目の2段階ですか、はい、分かりました。ちょっと今ブーステッドボード、これ1、これ2、ブーステッドボード慣れた人早い。あ、でもなんかこっちの方が小回り効くな。これブーステッドフォード1、
あ、でもワンでも全然なんかワンの方がスムーズ。違います？違います、ね、全然違う。全然違う。あんまり僕分かんないな。こっちの方が加速は断然いい。トルク感はあります。やっぱりデュアルは違いが、あ、デュアルが、そうそう、そもそもデュアルだからな。そう、なんか押し込み、押してくる感がすごいでしょ、はい、でもこっちの方がスムーズで、僕にはまだ勢いがゆっくりだからあとなんかこっちの小回り効く気がするのは何なんだろう。ブーステッドボード1です。今ちょっとブーステッドボード1を持ってる同僚に、ちょっと比較動画を撮らせてもらってたんですけど、まあね、まあそもそもこれ1なんだけどシングルモーターバージョンで、僕のやつデュアルモーターだからだいぶねパワーが違う。あとモードがね、こっちは3段階でスピード変えられるんだけど向こう4段階あるんで結構お気に入りっぽい。早いっす。早い。いや違う。違いました。おはい。2です。ブーステッドボード2。2いいですね。いいですか。